めっちゃ綺麗。いや見て見て見て、これこれめちゃめちゃ。いやこれは美味しい。やばい。いただきます。はい、じゃあ今日は、日生町にあるカフェラットっていうところにやってきました。めっちゃさ、なんかもうまず外観からしておしゃれなんよ。めっちゃピンクでしかも可愛いんよ。なんかこう南国感あってめっちゃいいね。ここからの景色がもう最高やしさ、そこに船があるんよ。よくない？見て。な感じでね。ここ予約しないとやっぱなかなか来れないみたいなんですけどね。今日はなんかあれお化けのあれ この前ちょっとテレビに出てたお化けの大使のフェンさんですかね。もうすでにフードを着てなんかバカンスを楽しんでるから学校だよ。もうすでにね、めちゃめちゃね、いいメニューがいっぱいあるんですけど、めっちゃ悩むな。チキン南蛮も美味しそうやし、カツも美味しそうやしさ、自家製のカレーもあるっていうことなんですけど、悩むけど、エビフライ好きやし、メンチカツ好きやから、ミックスフライにしようかな。ミックスフライ定食？ケーキのセット、あとはここさっき食べてる人いたんですけど、これクロックムッシュってこういうサラダのなんかついたサンドイッチみたいなやつも、ね、合うよね、人気みたいです。はい、ちょっと残念なお知らせがあるんですけど、まさかの人気すぎてミックスフライ定食が終わったということで。え、どこに行かれるんですか。え、何してるんですか。いやいや、ちょっと待って、カッコつけとるよ。ここで一番人気はこのチキン南蛮みたいですね。で今日はこのここの特製自家製のキーマカレーも頼んでみました。え、どれから食べる？キーマカレーかな、食べたいと思います。卵、おー、こんな溶ける感じで、じゃあ食べたいと思います。いただきます。食べやすい、すごい。幸せな気持ちになるな。雰囲気もいいし、眺めもいいし、ここはすごいいいですね、やっぱり。最高ですね。
じゃあチキン南蛮をね食べようかな。え、これすごいね。めっちゃボリュームよ。ご飯は白米か36穀米に変更ができました。今日は36穀米に変更したんですけど、36穀米ってすごくね。16穀米じゃなくて36穀米よ。めちゃめちゃ入ってるよ、この中に栄養素すごい。もうね、どうですかこれ。うわー、じゃあいただきます。いや、これは美味しい。やばい。めっちゃ美味しいよ。あと健康的だよ。オクラとかも入ってるしさ。オクラも美味しい。あ、味付けが美味しい。チキン南蛮もめっちゃ美味しい。で、卵がブレのないソースっていうか、この卵めっちゃ優しい味で、すごくなんだろうな、チキン南蛮ソースがすごい癖強い時あるやん。で、全然優しい味で食べやすいし、なんか36穀米だし、このなんか横のサラダが結構やっぱりなんだろう、健康的で。すごいオクラとか入ってるしさ、あとコーンスープも飲みたいな。ちょっと飲みます。あったかい。めっちゃあったかい。あ、おいしい。あ、ちゃんとコーン入ってる。あ、玉ねぎが入ってるかも。玉ねぎ入ってる。うん。おいしい。落ち着く。定食、しかも野菜もドレッシングとかすごい美味しいし、なんかあんだけ食べれて1000円ちょっとで食べれるってなかなかないと思うよね。やっぱこう場所がね、やっぱすごい良かったらちょっとお料理がちょっと高めになったりとかもあったりするんですけど、ここにイズナブルでめっちゃ景色いいし、ね、ぜひ、まあ、カフェにも来ていただけたらなと思います。はい、カナペコインスタ始めました。岡山のグルメはこちらからです。インスタグラムで検索してね。カバンスピチューブ始めました。こちらでは上げにくい動画、短い動画などはこちらで公開しております。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。イエイ、ありがとうございます。はい、どうも。